特に井口監督がこのキーに挙げている部分ですが、外角の直球100、ただ見逃し三振の後、マーティンも三振、前の回から2者連続の三振です。結構早いカウント、どん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 追い込んできてますね。そうですね。サードゴロ、茂木栄五郎が一塁へ送ってスリー、今度は落とした、空振り三振です。田中将大も毎回の3つ目の奪三振となりました。最後の1球は立川さん、どう点を取っています。インサイド空振りの三振です。奪った三振がこれで4つ目となりました。鋭く曲がるスライダーでした、空振り三振。この回ロッテ三者凡退、5回の裏まで終わりました。食らいついた、しかしサードゴロ、シングルハンドで取って森が警戒でした。軽くここもライトですが、ほぼ守備範囲、岡島取りました、スリーアウト。レアードがヒットを打ったんですが、後続倒れて振らせた三振です。今日6つ目の奪三振となりました。2アウト、ランナースタート、空振り三振でした。田中将大も120球4安打2失点というピッチング、8回まで投げ切りました。